自分で作っときながら前回で終わっちゃったと思ったらまだ残ってたんですね。ごめんなさい、あと3つあります。埼玉と千葉と岩手県ですね。園に関しては埼玉の園主63で最後ですね。あとは回転体の問題ですね。失礼いたしました。なんか自分で勝手に気持ちの中でね。じゃあ、園主63いきます。多分埼玉県の問題ですね。埼玉か、はい、右の図のような半径3の中心角が90度の扇形、OAB があって、この扇形を線分 A を、いわゆるこれですよね。これか、すっごい変な形になっちゃってごめんなさい、大変失礼しました。こうですね、こうですね、こうですね。で、これが B で、これが3だと。でこれをくる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 、これを軸にして、まあ、こんな感じで回すんですね。そうすると、で立体の体積を、埼玉ってね、あんま難しいんですよ、粒子問題。うん。そう。で、けどこれはね、ラッキーですね。で、これっていうのは、こういうことですよね。で、こういう、こうあって、半径が3でしょ。いや、この半分、上から半分だけの体積を求めなさいっていうんだから、半径3の体積、球の体積を求めて、それを2分の1で、2分の1かけてあげればいいんですよね。だからこういう計算になります。身の上に心配 R の3乗。はい、ここまでどうでしょうか。ね、半分だから2分の1だと。ね、3、3、消えるでしょ。あんまり変えると、ね、汚くなって自分で見えにくくなっちゃうんですけども、そうすると残ってるのは2と π と3と3、サザンが来たら 18π ですかね。 18π で単位だけミスしないでくださいね。これ体積ですから 18π 立方センチメートルになると。よしですかね。埼玉にしてもちょっとね、うん。さあ次行きましょう。円周今度は64ですね。あ、消しちゃったけどいいですよね。映像止めていただければ、ね。次、千葉。千葉嫌な。ここで今回ここから書いていたですね、千葉。右の図形は辺 AB を軸とし、一回転させた。なんか2段のショートケーキじゃない、2段のケーキ。ね、っていう感じですよね。こういうのもめったに見ないです。でこういう感じですね。だから、こうなって、こうなって、まあ、こうか。こうですね。こうですね。こうなって、ごめんね、あまりずらくなって、ごめんなさい。そうすると、この問題は何かっていうと、立体の表面積でしょ。で、こう考えたらいかがでしょうか。別々に考えてみる。ここの部分ね、これとこれを足せば、いわゆるこの点内、これで1つでしょ。でいちいちこの小さい方のこの底面で求めずに、この底面とこの辺りですね、肩の部分ですね、ここを足せばちょうど下の大きな円柱の底面と一致しますから、まずこの赤い部分っていうのは下の底面の面積を求めて2倍すればいいわけですよね。あと、表面積だから、いわゆるこの黄色いところですよね、ここの側面積とここ側の側面積をそれぞれ求めればいいんだですね。よろしいでしょうか。じゃあやっていきますね。まず底面考えちゃいました。だから底面積ですね、底面積、底面積の部分ですね。底面積と側面積足せばいいわけですから、底面積はこの下の赤いここを2倍すればいいんですから、でこれはここに1本こう軸がこうくるんですから、ここ半径4ですよね。だからこうなります。 4×4×π、 これで底面ですよね。よろしいでしょうか。でそれがこのここでどこに足したものも同じですから、 ×2 にしてだから 32π ですね。こうなる。これ側面。側面は、こっちを、側面の、
よいしょ、まあいいか、あいや、こっちのこの側面で上の方から求めていきますね。上の方の側面は何かっていう、今度は半径2でしょ。だからこれ展開図しつこいようですけど、こうなってるんです、こういうんでしょ、展開図ね。いわゆるこの円周の部分がこの側面の展開図の長方形の横で、ここが何センチなの、ここは、これ高さが上が4で、この半分が2だから、当然ここも2なんだから、だからここが2なんですね。だからここの部分っていうのはこれと一致するから、半径が2だから直径が4だから、ここの部分は 2×2×π ですね。これ半径2倍って言うんですよ。で、これ直径を表します。だから 4π だと。で、このこっちの方の側面はどうなるかっていうと、半径4。こっちの部分は、まあ、こうやって付近に、ここの部分はここに打ちます。ここの部分っていうのはこれだから、半径これ4なんですね、このこっち。こっちはさっき2だったんですけどね。だから、4×2×π。これが円周だから、こんなんでしょ。で、高さはこれ2でしょ。そうするとこうなりますね。側面。側面、一緒にやっちゃいますね。一緒にやっちゃいますね。そうすると、まず上からの側面は、2×2×π。これ、横の部分ですね。で、縦。これが縦ですね。で、足すことの今度こっちですよね。だから、4×2×π×2 だと。そうするとこれが 8π で、こっちが、西が8、16π かかってたのかな。だから全部で 24π か。そうですね。あ、ここでこれ、別にいいか。じゃあこっちに返すけど。ね。よって、ここでもうほら、底面積、赤い部分の面積はこれで7メートルでしょ。で、側面の部分も今ここで分かりましたよね。こっちが上側ですよ。で、こっちが下側の側面ですよね。あとこれ足せばいいのは24と30ですから、56。はいですね。よろしいでしょうか。よいしょ。よいしょ。ね、まあ一応最後までやると、よって、32π プラス 24π で 54π ですから、だから 56π 正方形ですね、ということですね。千葉もまだこれはあれですね、肩の上の方の見取り図書いて消しちゃいましたけど、肩の部分と、小さい円柱の底面を足すと下の大きなね、円柱の底面と一致するんだっていうふうに考えればいいんですよ。です。肩の部分と別々に面積を求める必要ないですからね。ですか。次、最後。お、最後。今度は、岩田県ですね。回転体ですか。はい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 。右の図1のように AB が6、BC が2、角 C が90度。はい。直角三角形があって AB と AC の中点に B、それ D があるということですね。はい。右の図には図1三角形 ABC を辺 AC を軸として1回転する、ああなるほどね、だからこれこういうやつですよね、こう伸ばせばいいのかな、これってで、これが C で D でここが A だと、でこれをやると円錐ができるわけですよね、見取り図としてはまあこういう円錐ができる、これが A ですからね、でこの見取り図の円錐をこれを展開図にしたんだということは、ここの部分と、ここの部分が一致して、展開図の方はこうなって、これが A で、こうで、やっぱりここに、この赤が全部共通なんですね。で、これだから、これが全部6でしょ。6、6だ。で、なんだ。で、BC が2、これが2ということは、この半径が2なんですね。この半径が2なんです。ちょっと単位は省略して言ってますけど、それとここの、ここも2なんですね。ここも2なんです。で、この時何を求めるのかっていうと、扇形の中心、ここを求めなさいって言うんですね。そうすると、これは、あれですよね。
日の関係式、扇形のところよく勉強しておいてくださいね。ほら、この長さ、この長さ と、中心角の関係ってやりましたよね。中心角が2倍になればこの長さも2倍になるんだったでしょ。だから円の中、円周と弧の関係はその扇形の中心角と円の中心角360度比例するでしょ。中心角2倍になればこの長さも2倍になるからね。よって、こういうことを使いました。弧の長さ対円周でしたよね。円周の長さですね。円周の長さはちょっとずれちゃって申し訳ないんですけども、中心角といわゆる円の円周角、中心角360度と、この比例関係を作れば問題、比例の関係式を作れば問題なかった。よろしいでしょうかね。で、この長さ、じゃあこの長さはどうなるかっていうと、これは、はい、こことこれ一致するんですよね。だからこの長さって、まあ丁寧に書くと、はい、2×直径 ×2 だから 2×2、ね、この2は2倍の2ですからね、かける、はい、円周率、これで弧の長さ出ました。対円周、今度こっちの円周ですよね。半径6の円ですから 6×2×1、 よろしいでしょうかね。それは中心角を x とですよね。で、だからここに中心角をX と書いてみましょう。ごめんなさいね、遅くなっちゃってね。もうちょっと消しちゃう。置くと、で、X×360 だとですね。よろしいでしょうかね。よいしょ。あとはもうこれを解けばいいだけですからね。内弧の積は外弧の積に等しいだから、12πx=4π×360。まあ、360で、この π 消しますね。掛け算だから1つのものだからね、これ。だから x=4×360×12分の1。そうするとこれこうなるでしょ。1になってね。そうするともう360度の3分の1倍だから120度分かりますよね。120度分かりますよね。いかがでしょうか。まあこういう流れ、図がちゃんとね、こういう流れで対応できるかどうかっていう問題かな、これはね。どうしたですかね。で、まあよって120度は中心角はね、ということですね。まあなんか雑になっちゃいましたけど、なんかもうこの辺でこの程度なんですよ、公立高校の入試問題っていうのはね。だからしっかりと皆さん復習なさってください。じゃあこれで75ページまで終わりにしておきます。